今日の話は、昔々あるところにウェルビーングがありました、という石川義樹さんの方の中から、銀メダリストの方がその後の人生で成功しやすいという話です。未来にワクワクする気持ちは何が起きるかわからないという不確実性への期待と決めきです。象徴的な例としてオリンピックのメダリストで考えてみましょう。オリンピックに出場する選手にとって最上の結果は金メダルです。 4年に一度しかない世界的スポーツの祭典で全力を発揮して世界のトップになるオリンピックでの金メダル獲得は間違いなくアスリート人生における最高の到達点でしょうところが金メダルを取った選手よりも銀メダルを取った選手の方が実はその後の人生で成功しやすい高収入を得ていたという研究結果が出ています。 アスリートとしての名誉そして賞金や報奨金の額面においても銀メダリストよりも金メダリストの方が格段に上です。にもかかわらずなぜそうなるのかそれは金メダルを獲得することによって人生の予測不可能性が下がってしまうからだと考えられます。柔道で金メダルを取ると多くの選手はその後も柔道の道に縛られ続けます。 自分イコール柔道という思い込み周囲からの期待の眼差しが強化され柔道以外のキャリアが歩みづらくなるんです、まあ、結果その先の人生において何が起こるかわからないワクワク感やサプライズ感は必然的に薄れます対して銀メダリストは金メダリストよりも区切りをつけやすい次は違う分野で頑張ろうと心を切り替えセカンドキャリアの可能性を幅広く考えられる強みがあります メダリストの平均年齢層は20代後半、人生の早い段階で絶頂期を迎えると、その先の予測不可能性が低下する側面があるんです。人生の早い,早い段階での成功はマイナスにもなる。吉田直樹、これはアナウンサーですね。年俸何十億という収入を得ている NFL、アメリカのフットボールの選手の約8割が、引退後に自己破産をしているという報道がありました。 人生のピークが若いうちに来るのは危うさもありましょうね。世界保健機構ではウェルビーングのことを幸福で肉体的、精神的、社会的全てにおいて満たされた状態を言うそうです。しかし石川さんはウェルビーングというのは幸せの形は一人一人それぞれ異なるものだと言います。まあ、例えば運動着ないでも長生きしている人もいれば喫煙していても長生きする人もいるということなんですね。じゃあ今日これ。